皆さんこんにちは、ラムコツポテです。今日はですね、いつものごとくこの散らかった部屋を60分間でどこまで片付けれるかということでね、1時間集中して家事をしていきたいと思います。60分タイムアタック家事スタート。スタートしました。まず1日の始まりはトイレ掃除から始まりますね。私はね、システムトイレを使ってるので、おしっこは下に落ちて、ペットシートを変えるっていうシステムになっています。はい、次にダイニングテーブルを片付けていきます。ティッシュを詰め替えようと思ってしばらく放置してたんで、それも詰め替えました。はい、ここのところにね、ポイポイと とりあえず物を置いてしまうので片付けて、細々したものは無印の収納ボックスに収納していってます。歌丸をクリーナーでダイニングテーブルを拭いていきます。うちここ猫がすごい歩くから、猫も、犬もなんですけれども、肉球からしか汗が出ないので、結構その足跡みたいなのがね、ついちゃうんですよね。はい、この間やったたこ焼き器をしまっていきます。数日間出しっぱなしでした。これは前動画やったのじゃなくって、その後にももう一回やりました。ちなみにこれは旦那の婿入り道具ですね。はい、次がキッチンを片付けていきます。とりあえず昨日洗ったもの、食洗機で洗ったものを所定の位置に戻していきます。本当にもうここはね、常にカオスな状態で、はい、片付かないんですよね、全然。とりあえず所定の位置に戻すっていうのを心がけて今動いてます。食洗機のゴミ受けネットは匂いの原因になるのでこまめに洗ってます。このランチョンマットも結構なんか間に醤油とかがね染み込んだりするので、はい、ちょいちょい洗っています。ちなみにこの日の朝ごはんはパンとオレンジ、果物だったんですけど、旦那さんがしれっと夜の洗い物が終わって寝る前にお弁当箱を出すので、だいたい朝洗ってます。でこのタイミングでペットたちのお皿も洗ってます。この日はちょっと天気が悪かったんですけれども、タオルがちょっといっぱい溜まってたので、タオルだけ洗おうと思って洗濯を回しました。で来たついでに洗面台も掃除しようっていう気になったので掃除していきます。はい、なんかいろいろどけて、でバスマジックリンで結構念入りに洗います。結構ホコリとかいっぱいついたりとかするじゃないですか。
けど毎日ってなるとね結構しんどいし、こうやっぱり気が向いた時にやるって感じです。反省してます。ちなみにこの機械はジェットウォッシャーっていう歯の間の食べかすとかを飛ばすもので、今歯の矯正しているので必需品になってます。はい、次はお尻がすごいけどリビングを片付けていきます。はい、ゴミの日だったので新しいビニール袋をセットして、ホコリを取るクイックルワイパーでテレビ周りのホコリを取っていきます。この辺はポテがいたずらするので普段は柵をしているのでなかなか念入りにはしないんですけれども、今日はちょっと念入りにやってます。それでコードレスじゃない方の本気の掃除機を持ってきたのでこれで吸っていきます。やっぱ絨毯とかはコードレスじゃちょっとね吸い切れなかったりするので、やっぱりなんだかんだ言ってもこれが一番頼れる掃除機になってます。ソファーの上もペットが乗ったりするのでコロコロかけて毛を取っていきます。あとペットが通ったり人間がこの上で寝たりするので匂いがすごく気になるので、ヌーラという消臭スプレーで振りかけて匂いを取っていきます。ちょっとポテは入っててもらいました。床も気になるので立体吸着ウェットシートで拭いていきます。一時期雑巾にしてたんですけど、やっぱりこちらの方が匂いがいいのでまた買ってしまいました。はい、と言ってる間にあと10分ちょっとしかないですね。寝室の窓を開けて気になるところに先ほどのヌーラを振りかけて消臭します。旦那さん暑がりなんでね、裸で寝てるからすごい匂いが気になります。でタオルを干していきます。ということで、いつの間にか上の T シャツがインになっているのは気にしないでください。すごいお尻が気になりますよね。私も気になっています。で今日はタオル類はもうハンガーにかけて適当に干すことにしました。まだ雨は降ってないので夕方までには乾くかなと思います。はい、ラム様が来てなんか気にしてますね。結構柔軟剤の匂いが好きなのでそれにつられてやってきた感があります。くつろいじゃって、はい、乾いた T シャツにヌーラをプッシュして匂いがつかないようにこのまま少し干しておきます。明日着ます。残り5分となりましたがラストスパートのトイレ掃除です。はい、トイレはこまめにやっているのでそんなに汚れはないですけれども、便器の裏とか飛び散りそうなところは念入りに あとはノズルのところを念入りに拭いておきます。はい、トイレクイックルのもう半分の方で綺麗な床とか壁とかを拭いていきます。やっぱりトイレ掃除を楽にする秘訣っていうのは男の人に座ってやってもらうことだなとつくづく思います。
衣類にあらかじめスプレーしておくことで消臭衣類になります。臭くなったものにかけても効果はありますが、あらかじめスプレーしておくことによって本来匂うはずの体臭を衣類で無臭化する画期的なスプレーです。履く前の靴下に振りかけて乾かしてから履こうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。